シェルパチャンネル。だけど、あると便利ってのはあるよね。例えば、動詞とかね、うん、名詞とかっていうのを言うなって言われたら、ちょっと、めんどくさい、ね。うん、それから主語とかなんか言うという。で、だからまあ、こう、回りくどく言わないで済むっていう、意味の、便利さっていうのはありますよね。この一応用語って決めとけば、うん、こうなって、ああなって、そういうものとかなんか言わなくて、パッと言えちゃうっていう。だから、専門用語なんて割と、よく分かってる人同士がこう使うときには、うん、やっぱり用語があった方がいいっていうのはあるよね。例えば、大工さんには大工さんの、なんか、用語があるし、うん、その、刑事さんには刑事さんの、ね、その星はとかなんて言ったとき、星って何ですかみたいなね、普通一般人は言わないけどっていうことだけど、まあそんなのはあるわけだけど、もともとまあそんなに、まあいらないものもあるのかもしれないなと思うんだけど、あと用語でちょっと、なんていうかな、その生徒混乱させちゃうようなことってのはね、やっぱあるのは、やっぱり名前には意味があると、その意味と内容がうまく合わないと、っていうか合ってると感じられないと、ちょっと名前がややこしいよね。うん。現在完了とかですか、まあ、例えば。それよりか、例えばあれ、皆さんなんかあれ、そう思いませんか、前置詞の目的語とか言う。私はすごい大嫌いです。大嫌いですっていうか、私はなんかその前置詞の目的語っていうのを最初にどこかで聞いたときに、まず前置詞に目的語があるっていうのは、だからSVO とかの目的語っていうのと最初に習っていて、うんうん、なんかまだそれはなんか動作の、うん、が向いてるなんか対象物だみたいな説明を受けて、うん、あ、そういうのを目的語っていうんだなって分かったんですね、うん、まだね、それは。はい、でその後に前置詞の目的語って出てきたときに、同じように考えちゃって、その英語の文法用語の中の、でも前置詞の対象、アットとかの対象ってなんだろうみたいになっちゃって、うん、でそれでこう、ね、後ろに置く名詞のこと、そうそうそう、前置詞の後ろに来る名詞のことを前置詞の目的語でとかいう、なんかどっかで聞いたときに、すごく最初聞いたときは混乱して、何か私は単純にその対象っていうのが、うん、なんかイコールその後ろに添えられてるというか、後ろからサポートするものとか言って、うんうんうん、まあまあそうするとなんか、まあ、そういう感じで受けてはいたけど、動詞の後に来るもの、前置詞の後に来るものみたいな意味で目的語っていうのを取ってれば混乱しないかね。私はなんかそれ以上のことは考えなかったっていうことです、うんうん、そういうふうに自分の中でなんか公式みたいなのを作って、それでまあ落とし込んでたっていうだけの話で、うん、なんか同じ名前なのに役割が違うみたいなことがあったときにすごく混乱をしてしまって、で前にこの話をねシェルパーしたときもカナタン先生もなんかおっしゃってたんだけど、まだねこう目的語っていうのは、今の私が出した例は英語の文法用語の中でのなんか動詞の目的語、前置詞の目的語って話なんだけど、もうちょっとこれが広がって日常生活で使ってるみたいな言葉が英語の文法用語に入ってきちゃった時に、日常生活で使ってる言葉のイメージがもしかしたらその文法ルールの理解を妨げてしまうんじゃないかみたいな話をなんかしましたよね。はいはい、ね、はい、まあ、要するに目的語であれば目的っていう言葉に一般的な日常生活で、うん、この勉強する目的は何なのとかっていう、このビルを建てる目的はとか、うん、いうそういう普通に使う目的があるので、で目的語って言われると前置詞に何か目的とするものがあるのかっていうのは分かんないっていうかね、うん、むしろ前置詞を中心に考えると何か目的を、要するにじゃあそれが前に何の前に置かれる、前に置かれるっていうのは前置詞だから、うんうん、それは簡単なんだけど、じゃあその何の前に置かれるのって言った時にその何のに当たるのがまあ名前はつけ
つけたらそうなったってことだけど、私はもう習う時も教わってないし、そういうふうには。あ、そうですか。うん、習ってないし、それから、僕、高校生も塾なんかで教えてたけど、全く使わないです、ね。うん、で自分の要するにボキャブラリーに入ってない。うんうん、で、大学で教えたりなんかして、文法総合英語みたいなやつの、なんか監修のお手伝いみたいなのをしたときに、目的も出てきて、うん、そう言うんだみたいな。だけどこれ、うん、そんな大げさなこと言わない方がいいんじゃないとかって思って、うん、要するに、まああれは別に、オン・ザ・テーブルっていう時のオンが前置詞で、ザ・テーブルが、なんていうかわかんないけど、だからテーブルの上にっていう英語、日本語で言う時には、うん、上にっていうオンが先に来るんだよ、それだけで進みじゃないかなと思う。うん、あ、なんか私も前置詞の目的法は学習者としてはなんか習ったんですけど、でも習ったというか先生がなんかその参考書に出てきてたから、それでなんか触れた程度で、でも自分が教員になってからは使ったことはなくて、どこで使えばいいのかも分からなかったし、分かりにくいと思ったから使わなかったんですけど、もう一個ちょっと出してもいいですか。私が日常生活で使っててるものが入ってきて困ったっていうか、大過去っていうのを聞いたときに、大きい過去って書くじゃないですか。はい。それがもう本当に、みたいな、でも大きい未来はないし、大現在もないし。大未来。でもなんか大過去っていうから、なんだろうみたいな、こう、過去にあったビッグイベントかなみたいな、その大という字が、実はね、全然そんなことは過去完了とか、ある一定過去の時点よりも、さらに前のことを言うときに、大過去って、言うんだっていうのはもちろん、まあ、説明を受けたんですけど、なぜ大という漢字が使われてるんだろうっていうところで、一生懸命なんかこう理屈をつけようとしたんですよね。大がついている理由で、それが分かればその用語を自分がこうなんていうか使って理解を深められるのかな、覚えやすくなるのかなって思ったんですけど、大過去はちょっとやっぱりそれが難しくて、まあ、覚えたけどでもあんまりなんかこう、使わない。前置詞の目的と一緒で、あまりこう説明をするときとか、自分が勉強したりとか理解をするときにそんなに必要がないラベリングかなっていうのは今私は思いましたね。うん、はい、まあなんか過去完了なんていうのね、やって、要するに過去のもう一つ向こうだっていうか、うんうん、そうですね、さらにということで、実はそう教えると、そうすると教えた直後はみんななんか時間軸で分かるにもかかわらず、うんうん、古い方を過去完了にして、はいはい、それで、それよりか後のやつを過去にするって生徒いっぱい出てくるのね。うんうん、だから、あれって結局過去の過去が大過去だっていうわけでは必ずしもなくて、うん、っていうか、まあそうなんだけど、特にそれを言わなきゃいけない時っていうのは、まあ、あんまりないけど、ある時はあるというだけなんだけど、うんうん、必ず、過去のもう一つ向こうにやったことは必ず大過去として扱うんだみたいな誤解する子いる。うん、そうですね。でもなんかそういう説明しかできませんでした、私。だからなんだろう、例えば、服を脱いでシャワーを浴びたっていう時に、まあ、普通は服を脱いでからシャワー行くわけだから、じゃあシャワーを浴びたっていうのよりも、もっと前に、その前に服を脱ぐということをやってないといけないから、これは大過去かっていうと、うんうん、そういう意味じゃないんですよね。単に A の方が B より前にやられたから必ず大過去にするんだっていう話ではない。だけど、やっぱりつい最近も僕なんかそれ、高校の先生に聞いたのね。うん、要するになんか過去完了を教えたら、そしたらなんかそういうふうにこう使い分けちゃうっていう。うんうん、だから、習う前だったら普通に過去でやるやつを必ずっていう。で、そうなっちゃうとね、2つくらいの時はいいんだけど。うん、なんかイベント3個起こった時は、一番最初のやつはどうして、その次のやつ真ん中のやつどうすんだみたいな、大過去が出てくるなんか超大、そういう悩まないでいいように、学校で少なくとも学校ではそういう悩ましい問題をもう絶対出さないってことがあるんですよね。2つしかなんか状況を設定しない問題、うんうん、
まあそうなんだよ。とにかく、まあこれもね、だから今ここで話し合ってても、うん、なんていうか自分はそれでスッキリしましたっていう意見と、うんね、私は聞いたこともありませんというのから始まって、これは分かりにくいですとかっつって、うん、で割合まあ、コンセンサスみたいなものが得られたのは、全知識の目的によってのはちょっと、やっぱしいらないんじゃないのとか、めんどくさいんじゃないのって。僕自身は動詞の目的によってのもちょっとね、うん、ちょっとチクッとするんですけど。うんうん、というのは、目的ってのはやっぱりね、なんか動作をする目的っていうのがあるものとないものとあったり、うん、例えば窓ガラス壊しちゃったっていう時に、この窓ガラスは壊す方のね、ブレイクの、うん、目的をと言われるわけでしょうけども、はいはい、だけど、それって、例えば誤って壊しちゃった場合、うん、目的にはしてないでしょうっていう、うんうん、そのブレイクする目的じゃないでしょっていう。ね、もうあんな窓はもう気に入らないからって言ってるなと思ってってパーンってやったっつうならね、それは目的になったかもしれないけど、壊すっていう行為の目的には全然なってなくても、目的をっていうのはなんかちょっとよくわかんないなっていう。それから SVO の直接間接っていうのがあるじゃない。あれだって、あれだって間接目的をっていう。なんだか、うん、あれもちょっと混乱します。どっちが直視だ、どっちが間接だって、うん、で、ね、まあ、要するにギブなんかの場合は誰に何をっていう、まあ、何を誰にか、あ、じゃあ逆だ、うん、誰に何をなんだけど、目的的に言うとですね、日常的には花子さんにあげるって言うんだったら、そっちが目的、そう思いますよね。直接目的じゃないかなと思うんだけど、うんうん、逆なんだよね。逆なんですよね。そう、うん、あれ苦労したな。そう、確かに。だからまあそういうこともあって、ただまあ人の趣味もあって、いろいろ、私はこっちに、あっちがいいっていうことはまあ実はあるんだけれども、でもやっぱりそういう目でね、見るっていうことは、毎日やんなくてもいいけど、まあ1年に 1,2 回は先生方はちょっとやってみて、これはこれはいつもこういうふうな言葉使ってるけど、これ使う必要あるのかなとかっていうね、